人生の先輩と絵手紙を書いてみようということで、今日はお三方お集まりいただいて、ダブル純子さんとよしちゃん初参加ありがとうございます。初登場ありがとうございます。3人でね、集まっていただいたので、今回の企画は絵手紙を書いてみようということでやってみたいと思います。僕は全く未経験で、純ちゃんも未経験で、純子さんがやってたけどちょっとブランクがあるような感じで、よしちゃんは現役で走れてるけど、よろしくお願いします。まあ、教わるという感じでもなくですね、こういう風に書いてるよっていうのを教えていただければ、はい、ちょっとそれを真似して、はい、作品を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。絵手紙、はがきに書くんだよね、とりあえず。はがきに、その前に線と丸を書いて練習を、練習があるんですね、はい、その持ち方みたいのはあるんですか。腕のこの上の方、持つんです。これは基本なんですけど、なかなかできないので、できないの、私たち好きなように書いてます、まあ、理想はこうだけど、ちょっとね、持ちやすいとか痛くないように持っていただいて OK、はい、ということですね、はい。じゃあみんなで丸×三角ですか。ずーっと線を何本も書いてください。一つあるんですか。好きなように。これは墨ですね、今使ってるのは。こういう丸いところを描くときも、細いところ、ある太いところ、あるで、この練習が正解と。基礎練習ってことですね、これが。これ二度書きとかは禁止なんですか。ダメなんですけど。ダメ、やってますよ。行きましょう。とりあえずこんな感じで、いいですか。恥ずかしながら。では、それぞれの担当する果物なりができましたので、実際に書いてみたいと思いますが、どこから書いてないですか。模写する感じでいいのかな。その、ちょっともらってもね、半端ね、そこから書いた方が書きやすいと思います。これから、トマトで言うとね、これは私の場合はね、やっぱり先っぽからここですか。これを筆で書いていくということですね。これ大枠を掴む感じなんですか。こう枠を埋めていく型取りみたいな感じですかね。輪郭をね、輪郭を描いて、これでね、ちょっと基礎練習が非常に短い。我々ですよね。もう遅く描けって言ったって描けないよね。なんか忘れてる。なんか立体感出すためには影ですか、やっぱり描くのは。影を描いてますか。あと色で。じゃあ次のステージ。大枠をじゃあまず墨で、こう、さっき練習した書き方で捉えると、はい、でそこから紙を出すときに色を使っていくということですね。あ、文字はあれなのかな、筆で書くのかな、はい、そう最後でもいいかな、はい、どっち色つけて字失敗したら終わりだから、私は字書いたのかよ、はい、私は貝になりたい。すごい。こんな感じで大枠と文字を書く感じですね、私もつもって。じゃあここから色付けをしていこうということですね。で、純子さんが大好きと書いて、かぼちゃですね。こうだよ、好きっていう字。元祭というのね、ご紹介したいと思います。元祭、こんな感じで1個200円。当時。薄いのを塗っといてから上から。なるほど。重ねてもいいね、そこはね。厚いのを塗ると立体感。薄く、それを水で薄めて、そっか、そして立体的になるってことですね、少しね、ちょっと、ここ、色違う、色ついてないんだ、何の色使ったっけ。グレーだったね。グレーで影作るのね。おお、ちょっと 3D になってきたね。丸みを作るの難しいね。このトマトの色出てない。
んかも流れる。しずこさん着信。あ、私。隣にいるのに。しずこさん。あ、しずこさんか。しずこだから電話だったんだ。隣にいるの。出したんだ。出なくて出てるかな。ハンコあるとまた味が一気にね出ますね。ここで。違いますね。純子さんなんかいいんじゃないですか。すごく味がある感じがいい、ね。信じられない。信じられない。できました。順番にこだわりポイントこだわりポイントを説明しましょうか。修正してください。純子さんはかぼちゃですけど、はい、ポイントはどこだったんですか。はい、あのここの針を。うまいこと出そうと思ったんですけど、ね、出ませんでした。出ませんでした。出てる。ちょっとおかしな形のかぼちゃになりますけど、味はいいはずです。でもなんか美味しそうなかぼちゃっていうのはすごくわかりますしね。大好きっていうのも。しばらくやってたから。ブランクを、ね、感じさせない。いや、全然ね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ありがとうございます。よしちゃんのぶどうはどうですか、はい、ポイントは。塗らないように気遣いました。そっか、どんどん塗りたくなることをぐっとこらえて、はい、どんどん青くして全部塗りそうな人間の心理ですね、それはね。それをこらえて、でもすごく美味しそうなぶどうの味出てますね。もうちょっと塗りたいんだけど。でもね、濃い薄いがちょっと出てる分、なんか立体感が感じられるような味、美味しそうですね。あと、ハンコ押せば完成って感じですね。では、初めてのじゅんちゃんはどうでしょうか。この私は会員になりたい、素晴らしい。本当にやらしてみようかな。本当にやらしてみようかな。今日からいや、このね、最後の反抗をすることによってね、グッと締まるんですね。先輩、ありがとうございます。ありがとうございます。僕はトマトね、こんな感じになりましたね。見えますか。見えます。トマトに、はい、見えます。ちょっとね、この丸みをね、立体感出すのはやっぱり難しいは難しいなと思ったんですけどね。でもこの感じがね、いいよね。いい感じ。ちょっと緑を足すとよりトマトっぽくなったかもしれませんが、病気知らずということで、すごくいい作品ができたと思います。ありがとうございます。素晴らしい。これはどうやって使ってる、飾るとかプレゼントするんですか。もう送れるってことですか。貼って住所書いて送ってください。ああ、大切な人に、ね、送ったりとかして楽しめると。じゃあ今日からまあちょっと頻度はね、ちょっと少なめでも書き続けていただけたらね。自分の時間を過ごすにはすごくいい。すごくいい。何も考えなくていい。無心でできると、こう嫌なことも忘れられると。手紙もちょっと続けてやっていただいて、これはすごい素敵。これこれはいいんじゃないですか。いいんですか。字を読みたい。皆さん出していただいて、視聴者プレゼント。視聴者プレゼントしたいところですけども、もしね、欲しい人いたらね、いらないと言われないと思いますけど。じゃあこの、ね、動画を見てですね、手紙ちょっと始めてみたいなと思った方は高評価をお願いします。合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。触れない。